はい、どうもカッパ院長です。じゃあこの動画ではね、なんだろう、東京新聞記者といえばね、磯子さんですけども、まあ官房長官とのね、まあ歴代官房長官とのなんだろう、バトルになってないねなんかよくわかんない、なんか質問にもなってないのは、このなんか妄言の類ですかね。絡だけ絡んでね、まあ優しく答えてくれる時もあれば、無視されることもあって、あとはピシャッとやられる時もあって、まあ人それぞれ、あとその時その時いろいろ違うんですけども、とにかくこの人もなんかおかしいじゃないですか、どう考えてもね。自分の言いたいことを言う場に使ってるだけって結構突っ込まれてましたもんね。うん、ショータイムじゃねえんだよとね。うん、で今回もてっきりその類かなと思ったんですけど、これ何かっていうとね、この山下達郎さんのニュース最近見ました？山下達郎、これ磯子さんが、山下達郎がジャニー喜多川問題についてコメントしない件について、パピコパピコパピコみたいな感じだったんですよでそれに対してこの松野官房長官がっていう、なんかそういうなんていうのシーンというか一幕があったんですよね。うん、でそれ見てね、またかよと思ったんですよ、最初ね。なんだんだよこいつ、ほんとマジでつまみ出せよ、出禁にしろよって思ったんですけど、とこ、あ、これ誤解のないようにお願いしたいんですけど、この、ジャニーズのね、この、どれぐらい前でしたっけ、一時ほらね、この物議を醸して、僕も動画で、まあチャンネルでね、動画でニュース取り上げさせてもらったこと何度かあったんですけども、決してね、未成年の、少年に対してね、要はこの強制性交の類でしょう、要は性暴行ですよね、絶対に会っちゃいけないじゃないですか。しかもこの組織ぐるみで、あ、失礼しました、事務所ね、組織ぐるみで、しかもこのマスゴミ使って、要は隠蔽を図ってたわけでしょね。でその状況って今も別になんか立たされたわけじゃないじゃないですかね。本人は亡くなり、当事者ね、一番のね、この当事者元凶ですかね、は亡くなってますけども、別になんか解決されたとかね、再発防止が徹底されてるとか、二度とこういうことは起きませんみたいな感じで、なんかその業界全体の何て言うんだろう、改革じゃないけど浄化作業みたいなのは、別に本当にやってるのかやってないのかも分かんないし、僕はそんなことね、やってるわけがないし、やるつもりもないだろうし、何も変わんねえだろうって普通に思いますけども、そうなれって言ってるわけじゃないしね、どうでもいいって言ってるわけじゃないんですよね。だって犯罪なんだし、組織犯罪だしね、寄ってたかって、要は食い物にしていた、そういう業界を形成していたわけでしょ、なんか持ちつ持たれつみたいな、きったね、気持ち悪い、なんかそういう界隈だったわけじゃないですかね。正せるなら正した方がいいし、なくせるもんだったらなくした方がいいとは思うけど、まあどうせ無理だろうなってね、僕はもうなんかそういう諦めじゃないけど、なんかそういう風に捉えてはいますけど、うん、どうでもいいって言ってるわけではないっていうことですよ。うん、で、ところがですよ、まあ、ちょっと前向き長くなりましたけども、ね、さっきの磯子さんの件、ね、何言ってんだってそんな話する場所じゃねえだろうって思ったんですけども、ね、なんかね、このジャニーズの件に関して、この性加害問題ですよね、うん、ジャニー喜多川氏の、なんか国連が介入するっていう話が出てきてね、政府見解を求める話じゃねえだろうと、何やってんだよと思ったんですけど、あれもしかしてこれがあってそういう質問ぶつけたのかなと思って、まあ、たまたまあれなのか、前後してんのか、かぶったのか、タイムリーだったのか、ちょっと定かじゃないんですけども、国連の、いわゆる国連の方から来ました人権理事会ですよね、がこのジャニーズ、ね、このジャニー喜多川前社長による、まあもう亡くなってますけども、性加害のこの実態調査に乗り出すって話が出てきて、ただこれ共同通信なんだよな、まあ、一応ね、書かれている通りだと、ジャニーズ事務所の亡きジャニー喜多川前社長による性加害問題で、国連人権理事会のビジネスと人権っていう作業部会があって、そこが今月下旬、被害を訴える当事者の聞き取り調査に乗り出すっていうことが、なんか昨日かな、12日、分かったっていうことなんですよね。もう本当かなこれ。でそれがあって、ね、磯子さんの質問だったのかなってちょっと思ったんですよ。うん、でも多分違うかな。まあ仮にですけどね、もしこれが本当だったらですよ、ね、今までそうだな、僕が覚えてる限り、この国連の方から来ました的な話で、
なんか日本社会のためになるようなことって何一つなかったと思うんですけど、まあ、詳しく調べたらもしかしたらそんなことはないのかもしれないですけど、基本的にあいつら日本から金は出させて、でも日本このなんか断るごとに欧米基準で日本をこの腐しに来るっていう、そういう輩っていう認識だったんでね、うん、おめえらのスタンダードなんて日本ではスタンダードでも何でもねえんだよ、気違いどもが、それぐらいにしか思ってなかったんでね、うん、そのくせ日本から金はがめようとしやがってってね、うん、でももしこれが本当だったらね、これはいいんじゃないですかね、うん、いやもうどんどん日本のこの芸能界ね、テレビや界隈ね、要はこの反日クソマスゴミ界隈でも何でもいいですよ、あの界隈にもうがっつりメス、もうメスどころかもうなんだろう、包丁じゃないな、もうなんかあの何よ、チェーンソーじゃないけどさ、もうガイーンって、チェーンソーはガイーンじゃないか、もうナタで思いっきりバシバシなんか切り込んでいくぐらいのね、それぐらい、もうなんか海を出すとかっていう言い方しますけど、海どころじゃないよね切除、うん、だもうなんか死んでんのと一緒だからさ、だからあの人体に例えたらもう、とっくの昔に壊死してるようなもんだからさ、うん、むしろもうだいぶ手遅れだと思うんで、もう本当業界にメスじゃなくて業界ごと切り飛ばすぐらいの、うん、それぐらいやんなきゃ何もどうにもならないでしょ、だって、うん、でも本当これに限らずさ、うん、なんか日本って本当こういう外圧かかんないと自分じゃ何ともどうしようもないんだね、情けない話だよね本当ね、うん、だからまあこのジャニーズ事務所なんかそこでそんなところで止まってもらったら何にも意味ないんでね、うん、だからもう業界全体、だからもう反日クソマスゴミを巻き込んでね、うん、だからもう反日勢をなんか一部なんか消去していくような動きにつなげてってもらいたいですよね、でそこへなんか日本社会全体でね、この除染する掃除するっていう、そういう動きをなんか起きるきっかけにできねえかな、うまい具合にこういうのせっかくだからね、今までは散々なんかね、反日売国税にとって都合のいいようなね、そういうこのなんか使い方しかされてないからさ、この逆に我々日本生まれ日本育ち日本国民の、ね、手に日本社会を取り戻す方向になんかこの国連の方から来ました的な動きをさ、なんか使えねえかな、なんかちょっと僕アホすぎてちょっとなんか具体的なアイデア何も出てこないんですけどね、うん、山下達郎さんについては別に何とも思わないです、多分なんかあの曲歌詞ね、国連批判する歌詞とか書くのかな、知らないですけど、とりあえずなんかこれに関しては国連ね、なんか第三者委員会とかよりはね、きっちり仕事してくれそうな気がするんで、うんね、せっかくだからそれを取っかかりになんかこの安保理、決議ね、だから敵国条項を消しに行くっていう、そういうつなげ方ももしかしたらどうだろうな、これ別に反対しないです、国連他にやることあるだろうとは思わないですね、うん、あの腐った業界まるっとなんか浄化するような、なんかそういうのにつなげることができればそれでいいと思いますけどね、うん、ね、もう芸能界丸ごとひっくり返るぐらいのことをやっても別にいいと思いますよ、あんなところ、うんうん、まるっとなんかもう芋づる式にね、うん、なんかもう変なそういう、だもうだなんか少年だけじゃなくてこの少女に対してね、そういう輩だって当然いただろうから、もうなんかなんだろう、一掃してもらいたいですよね、気持ち悪い輩全員、うん、ということで、あとは別になんか言うことないな、ね、でもそれで芸能界一掃されてね、この K プッププップップみたいなやつがね、よりねなんか幅利かしてきたら、それはそれで気持ち悪いな、そういうのもなんか入ってこれねえようにしてほしいな、ね、外圧に始まって外圧に終わるね、まあ情けないっちゃ情けないのかもしれないですけども、てか国連ってね、日本のこのなんか芸能界とかテレビ局とか、なんか反日クソマスゴミ界隈とかね、事務所云々とか、その辺になんか圧力かけてどうこうできるほどのそれぐらいの力とかあったりするのかな、どうなんですかね、まあとりあえず日本のこの芸能界とかなんかね、そういう事務所なんかがね、この海外でなんか展開するみたいな、そういう道はしばらくは閉ざされることになるんじゃないですかね、うん、でもこういうのってどうなんですかね、実際芸能界の、ね、男女問わずのこのいわゆる枕的なそういう要素ってぶっちゃけ日本以外のどこの国地域にもあることじゃないの、あだからほっとけとは言わないですよね、
ちょっとなんかもう度が過ぎてるからこうなんかブスっていうなんかそういうのはやっぱやった方がいいんじゃないですか。うん、だってね、このジャニーズの件どうなんだろう、どこまで本当か知らないけど、被害者がなんか1000人とか2000人とかって言われてるじゃないですか。もう自浄作用なんか期待できるスケールじゃないでしょ。うん、だからこの件は最低でもやっぱ始末つけさせちゃえばいいんじゃないですか。あとはなんかスポンサーも絡んでくるだろうから、そうだね、スポンサー次第なのかな。うん、だから被害者に被害認定か、あと被害者の救済とかってどうやって やるのかな。まあ、金になるのかな、事務所からの謝罪と賠償とかで、まあもうジャニーズはジャニーズとしてもう存続させないでバラしちゃうとこまで行けば、とりあえずそこで一旦区切りっていう感じなのかな。うん、あとはやっぱりそっからのねグルになってたマスコミの始末、そこがメインですよね。むしろね、反日売国税の一角をね、この崩すのにね、日本犯罪者協会筆頭に、うん、しらばっくれてるところ未だにあるじゃん。うん、そこをやっぱりガツガツ言ってもらいたいけど、ちょっとそこまでは無理なのかな、どうすかね。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまた、ごきげんよう。